田舎が変わる。はい、トルネチャンネル始めていきたいと思います。2月23日、金曜日。はい。えー、熊本ね、今、半導体バブルでね、TSMC、えー、が、えー、進出してですね、こんな第二工場がね、えー、できるようになって、もう賑わっておるそうなんですけれども、ただ、ここでね、えっ、ー、と、まあ陰、陰と陽があってですね、ま、あ本当に、もう普通のなんか食堂みたいなとこでもね、えー、TSMC 関連ではね、 え、時給がね、高騰しておったりするわけで、え、熊本県のね、時給が、最低賃金が898円。え、ただ、え、TSMC 関連のアルバイトの時給は、え、資材管理で時給1900円。さらに食堂の調理補助などでも、え、時給1300円以上と破格となっていると。で、さらにね、ホテルやマンションのね、建設ラッシュも進んでおり、人手不足を補うために、え、これらに関わる人々の賃金も上がっていると。 で、えー、ね、周りの農業をね、されてる方とか、あとは、まあ、こうやってね、台湾からも人が来てたりとか、まあ、工場関係で人がね、わーっと、え増えて、で、もうインフラがね、足りない状態になってたり、えー、今度はですね、もう地価が上がって、えー、ね、今度は周りにいる TSMC 関係以外の方々は、まあ、給料はね、上がってないわけなので、まあ、今度ね、そうなるとですね、まあ、その辺の、 え、地価も上がるし、物価も上がるということで、もともといた人たちの生活が、え、ちょっとね、辛くなったりとか、まあ、え、ね、需要が増えて、じゃあ、え、ね、まあ、ラーメン、ラーメン屋さんとか、居酒屋さんとかね、まあ、そういうのが、え、出店しようかと、ね、出すけれども、もともとね、まあ、田舎なんで、え、人がいないところに、TSMC にね、え、人をさらに取られている中、え、まあ、需要はあるけれども、 店を出したとって、今度はね、バイトを募集しても、えー、来ないと。で、さらに、えーね、ラーメン屋さんやったらね、1000円の壁がありますけれども、まあ、ね、えーまあ、時給ね、898円のとこだったら、えーまあ、1000円出したらええ方やないかなと思いますけれども、周りがね、えー、TSMC 関係は1300円以上とかね、えー、なってますので、えー、1000円でね、募集しても来ないから、えー、じゃあ今度は需要,需要はあるけれども、えー、ね、 戦えない状態になるということで、なんか、いいんだか悪いんだかね、えー、なんか、地元の人はなんか、戸惑いがね、あるんではないかなと思う、まあ、なんか今ね、熊本の半導体バブルのね、まあ現状ですという感じですね。まあ、下の接近も今度、星野リゾートがね、できるんですけれども、その前にね、あのー、セントラルキッチンみたいなのが先にできてまして、まあ、その時に、え、ね、バイト、まあ、授業員の募集をした時に、まあ、同じなんか、給食センターとかで働いてる人たちがね、 そっちの方に辞めて、えー、星野に流れたみたいな、ね、話を聞いたことがありますけれどもまあ給料も上がるし、えーまあ、家族にね、まあ、子供に「お父さんの仕事何人?」って聞かれた時にね、えー、なんとか給食センターって答えるよりねいや星野リゾートで働いてるんだよって言った方が、まあ、キラキラ感もあるしかっこよかったりするから、えーまあ、そっちの方に流れたね、えーまあ、下関の、まあ、そういうね、えーまあ、飲食関係というか、まあ、そういう給食関係の方もね結構いらっしゃったという、ね、話も。 ありましたけれども、じゃあ今度ね本ちゃんの星のねリゾートが、えー、完成した時、えー、っていうのは、まあ、周辺のね宿泊施設とか、えー、まあ、そういうね、まあ、飲食関係とかまあそういう、まあ、また今度ね同じような給食センターとかまあああいう感じとかね、まあ、全体的なねあの時給がドンと上げてくるでしょうからカラ、えーまあ、と近辺のね相場が一気にね、えー、崩れて,てくると思いますので。 えーまあ、今はね、うち結構高い方、まあ、多分この周辺でいったら一番高い時給を払ってますけれども、まあ、星野リゾートさんが、えー、完成する2025年やったかな、えーね、ぐらいにはもう、えー、この辺結構ね、あの高時給じゃないと、もう人は集まらないし、何だったらね、えー、取れないということになりそうな感じだなという感じですね。はい というわけで、えー、もうなんかね、大手が進出するとですね、えー、いい面もあるけれども、悪い面もあるなという感じでね、もうなかなか難しいね、えー、本当に、なんかね、田舎にとってね、嬉しいような悲しいようなというね、状態でございます。はい。えー、というわけでね、まあ、下の、えー、ご予約のね、お電話ありがとうございましたということで、えー、まあ、田舎はね、まあそういう大手資本ね、まあ、外資ないし、まあ国内のね、 大手が、まあ、来るとですね、街はにぎわみでいますけれども、もともといた、えーね、企業、零細企業とかがまあ淘汰されるというようなね、まあ、ちょっといいんだか悪い,いんだかっていうようなね、流れになりそうですというお話でございました。はい。で、まあ、3連休初日ね、まあ、今日はと申しますと、えーね、スタートダッシュでね、まあ、一気に満員からの用意ドンからですね、スタートしましたけれども、1回転目でね、えー、結構もうそれで、えー、終了して大体なんかね、 今日は皆さん早いお帰りで、7時ぐらいでも1回転目がね、えー、ガーッと変えられて、えー、その後がね、まあ、結構ゆっくりだったんで、意外とね、早かったなというようなね、まあ、勝負でございました。で、えー、終わってみたら、まあね、炸裂で終了ということで、まあ、えー、まあ良かったんですけども、ね2、2回転目がちょっとね、えー、意外となかったんで、少なかったんで、 えちょっとね、物足りないような、えーね、3連休初日でございましたというお話でございました。はい。えー、というわけでね、えー、ちょっと、えー、ね、3連休初日にしてはちょっと寂しい感じだったんですけれども、まあ一応ね、まあ2連勝ということでね、えー、まあまあよしということにしときましょうというお話でございました。はい。 ええと、いうわけでね、まあ、熊本もそうですけれども、下関も、まあ、大手資本ね、まあ、らともね、えー、星のリゾートさんができて、また周辺ね、まあ、それを当て込んで、ね、いろいろ再開発が、まあ、進んでおるわけなんですけれども、まあ、それによって、今度は地価が上がって、で、今度は、え、賃貸ね、まあ、家賃も上がったりとかね、なんやったらもうちのね、えー、テナントの家賃も上がったりするかもしれませんのでね、そうなったら、今度はね、やっていけなくて、えー、ここからね、追い出されるというね、 えー、可能性もあるんで、まあ、なんとも言えないね、えー、いいんだか悪いんだかっていう感じですね。はい。というわけで、えー、まあ、ちょっとね、まあ、田舎ね、田舎が賑わうと、なんかいろんな変化があるなっていうのをね、ちょっと、えー、お話ししてみました。はい。というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。終わります。